はい、皆さんこんにちは。婚活アドバイザーのラッキーです。今回はこちら弊社をね、相談所が登録している日本結婚相談所連盟の活動および成功者などの、ね、データを見ながら、どういうね年齢層が実際在籍してて実際に成婚しているんだろうかということを検証していきたいと思います。これ非常にね、生のデータで貴重なものなので、ぜひ皆さん、見てね、いろいろ感じていただければなと思います。それでは早速資料を見てみましょう。はい、こちら成婚者と活動会員の年齢分布、括弧全国と書いてますね。こちら、IBGen さん日本結婚相談所連盟2019年の活動者の分布と、および、成婚者ですね。いわゆる結婚を約束して出ていく、そういった成婚退会者のデータを書いてますが、下が活動会員、男女別に分かれてます。で、上が成婚者のチャートになりますね。で、これを見てもらってですね、すごくこう、規則性があることに気づくと思うんですが、活動会員さん、下の図ですね、こちら男性、大体こう、四角に囲ってるのが、ピークで多い世代なんですけども、40歳はね、から44歳をピークに、35歳から49歳までが在籍一番多いとなってますよね。かたや女性会員さんの方は、35歳から39歳がピークで、前後5歳ずつが多いというチャートになってます。つまり男性よりも女性が5歳早くに活動してるという感じですよね。かたやですね、成婚者の方の上の方のチャートを見てもらうと、これが男女ともに5歳ずつ若返っているのが見て取れます。35歳から39歳をピークに前後5歳ずつが男性は一番成婚に至っているということですね。女性は方や34から34歳をピークに25歳から29歳、35歳から39歳の5歳ずつがピークに達しているということで、もう本当に規則的に5歳ずつこうずれてるって感じですよね。はい、つまりピークで言うとね、活動者の方は、成婚する方よりも平均的に5歳年上なんだってことが男女とも言えるということになります。はい。でも結婚している人たちは活動者の平均よりも5歳若い人たちが一番結婚しているということなんで、やはりこのあたりが、から見てね、若い人たちが早くに着手すれば、自分のお相手が見つかる可能性高いよということが、一つ言えるのかなと思います。はい。このあたりの部分、これを見て、ぜひ、私はもうちょっとしたら結婚相談所にお世話になろうかなと思っている人たち、これを見て5歳早めて、いただければなと思います。はい。で、このね、図をね、成婚しやすさという図に、チャートでまとめているものがあるので、こちらも見ていきましょう。はい。こちらが、年齢と成婚しやすさ、括弧全国と書いているものですが、先ほどの図をですね、割り出して、じゃあ実際何歳の年代の人たちは結婚しやすいのかっていうことですね。成婚ですね。成婚しやすいのかってことをまとめたチャートになりますが、これ 100% というこの黄色いライン、真ん中にある黄色いラインを基準に考えておりまして、これより上にいる世代は成婚が比較的しやすいというデータになっている。一方、その下回ってる世代に関しては成婚がしにくいというデータになります。で、見てわかるように、先ほどのデータ通りなんですが、男性は30から34歳がピーク。はい、ここが一番、成婚しやすいというデータになっております。で、女性はさらに5歳、若くて25歳から29歳ってことなんで、実際はね、結婚していく人たちの数で言えば、30歳か34歳の女性が多いんですけれども、それよりも25歳か29歳の方が活動会員数に比べて成婚者が出てる、割合が多いというふうになります。ので、それぞれね、今自分がどの年代かっていうのがあるとは思うんですけども、これは参考になるのではないかと思います。これをね、私見た、初めて見た時に、あ、これなんかに似てるなと思ったんですけど、これって体力のなんかピーク図に似てませんか、皆さん。はい、例えば、なんかスポーツの世界で生きてる人がね、一番体力があって脂が乗ってる時ってね、いつって言った時になんかこんなチャートになりそうな感じしますよね。それとね、同じで、やはり婚活なんかも結婚で考えるっていう風になった時に、やはりすべてのステータスのバランスとか、結婚に適しているという考え方を持ってくるとこういう風なチャートになるんじゃないかってことがまさにこのデータから読み取れると思います。はい。もちろんね、じゃあ40、この図を見たら40歳超えたらみんな成婚しにくいから諦めろって話なのかっていうとそうではありません。
ただ成功しにくくなるので、自分の中でいわゆる持ってる価値観とか、求めてるステータスっていうものをいろいろね、吟味していかないと、あれもこれも欲しがってもなかなか厳しくなっていく年頃ですよっていうのがデータから言えるので、そのあたりもねしっかり考えながら、婚活していただければと思います。はい、今日このねデータを見てですね、まあ、本当に一番言いたいことは、自分が思っているよりも全ては5年早くやらないといいところを取れないよっていうのが、やはり、まあ、数字はねやっぱり正確であり、まあ、数字は嘘つかないですから、このあたりの部分をしっかり、考えていただいて、今自分がね成功しやすいところのどこにいるのかっていうねことを考えて、これからの婚活に励んでいただければ、よりね成果が出やすいと思いますので、ご参考までにしてください。それではね、本日は、こういう成婚のしやすさというチャートで、お届けしました。またねいろんなデータがありますので、今後もどんどん動画を配信していきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。ではこの動画が良かったと思った方は高評価を、コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。